よし。こちらの精鋭を出せ。アタクチの悪徳な侍。エレンの手だ。待たせてしまったな。このご恩は忘れません。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかこれをお受け取りください。そろそろだ。一番手は誰だ。首を取って褒美をもらう。かかれ。殺す。
行った。お見事でございました。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。崖際に浪人が。お強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。
民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それとキサンタです。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。サンタがおるはずだ。走る！ふぬけばかりか！お侍、俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで？最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。
す。修練場は近くのはず。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。もう安全だ。お役に立つと良いのですが。お前はかけがえがない。お侍に救われるなんて。争う声が。坂井先生。どうしよう、どうしよう。募集どうしよう。動くな。どうしよう。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。
休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな、新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて、しかるのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。せっ。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の寄り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。死の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず、通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。来い。急げ。馬を降りろ。来い。探る
暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人助けてやらねば。ここです。待たせてしまったな。ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ賭けだ。酒井。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は二日前に話をした。巴と。この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。巴は諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。
神社が荒らされておるな。誰の仕業だ。狐のムクロだ。神の使いを辱めるとはな。むごいな。悪心を起こしたようだ。元には戻るまい。よくも先人の努力を。対馬の民に対する侮辱だ。犯人を知らぬか。蒙古だ。奴らの所業か。Ah!
者どもめ。よし、お主ら、友の敵は撃ったぞ。どうか成仏してくれ。うちの道具を見ていってください。お役に立ててください。さあどうぞ。また来よう。整えてもよろしいでしょうか。これで安全です。一段とご立派になられましたね。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。鋭さと切れ味が増しました。お持ちでしょうか。謀反者の槍川家が蒙古と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。志村殿は槍川に加勢を求めている。今は昔のことを忘れ力を合わせるべきだ。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔槍川の戦士は英雄であった。謀反者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。
感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました？人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。何かなくしたんですか？鮮やかにいたしましょう。よしよし。賊に返す金は持ってきたのか？もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ？3度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか？もし捕まっても大目に見てくれそうでしょ。知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら僧兵でして、タチやナギナタを持ち出してきっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出たサビというものだ。顧みるべきだな。
あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。こいつを殺せ。キロ男だ。助けて。弓だ。おい、よけろ。待ってな。死んじゃう。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む？お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千なきことに命を落とすのだ？千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。
金、材木、布を扱います。お役に立ててください。これほどの品、思い違いかと。まさか梶原がさようなことを。お主の目は節穴ということだ。ジン、少し話せるか。ムクロだらけの戦場。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純真、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、政子様。御仏よ。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。
梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな、有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。慎重に勝負。一家は小屋におるやもしれません。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。寮の道具です。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原のムクロはどこだ。新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。足跡を追いましょう。
梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな、貞男を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。